阿藤町は山口県の北東部にあった町、安野郡に属していた。2010年1月16日に山口市に編入され廃止した。中国山地に囲まれた山間の複数の集落からなる町内を阿武川が貫流し、日本海に向かって注ぐ。標高300メートル前後で夏も涼しく、冬場には山口県内屈指の豪雪地帯であり。 町内には十種が、ミネスキー場、船、平山スキー場がある。阿藤町は、いわゆる、平成の大合併においては、山口市あるいは、萩市をはじめとする、周辺自治体との合併を模索していたが、山口市は、防府市、吉木郡三町及び、沢郡徳寺町との合併を、萩市は、阿藤町を除くは武郡各町村との合併協議を、優先したため、阿藤町は、 いずれの合併の枠組みから取り残されてしまった。その後県が県央部における中核市構想として山口市、防府市、阿生町との西1町での合併の枠組みを示したことにより先行合併として山口市と阿生町の間で合併協議会が設置された。協議の結果、2010年1月16日に阿生町が山口市に編入合併することで両市町の間で 合意した。これにより、阿武郡に属する町は、萩市との合併協議が決立し、単独調整を敷いている阿武町のみとなった。なお、豊富市は、現在も山口市との合併に難色を示しており、中核市の形成は依然として、先行き不透明のままである。合併前は、阿武郡阿町大字であったが、合併後の地名は、山口市、阿と読む。農業が、 基関産業であり、稲作は県内でも有数の地域である。また寒冷な土地を生かし、リンゴや梨の栽培も盛んである。リンゴは日本で栽培される最南端の地域にあたる。名物、特産品高等学校中学校、小学校町内を縦断するように、JR 山口線と国道9号が走っている。ありがとうございます。